はいどうも、タンドゥです。今回はですね、津軽弁の交通標語2020年バージョンというのがね、出たので、ご紹介していこうと思います。まあ、これね、何なのかっていうのはね、もちろんわからない方、いるかと思いますけども、私の出身である青森県の弘前市というところのですね、城東小学校という学校があるんですけども、そこの交通標語というのがね、とても個性的で、津軽弁をね、そのまま交通標語に、採用しているということで、地元の人間にしかわからないっていうことで、まあ、とてもね、話題になっている、交通標語があります。で、今回はですね、その津軽弁のね、新しい標語が出たということで、まあ、それをね、ご紹介するのも兼ねて、津軽弁のね、お勉強も、まあ、していこうという動画にね、なっております。まあ、私ね、現在、福島県の須賀川市というところに住んではいるんですけども、ちょっとね、イントネーションが違うかなっていうぐらいで、言葉の壁みたいなのをね、感じないでね、生活、することができております。まあ、ただね、私がね、津軽弁で言うとね、ちょっと多分、まあ、伝わらないっていう、場合もね、あるかもしれないんですよ。まあ、なので、福島の皆さんにですね、まあ、津軽弁に慣れ親しんでいただこうということで、今回ね、津軽弁のお勉強もね、していこうかなと思います。青森の言葉、っていうとね、まあ、皆さんね、津軽弁がね、多分、まあ、一番最初にね、思い浮かぶ、まあ、とてもね、難しい方言だっていうことはね、まあ、分かっている方も多いかと思うんですけども、この青森にはですね、まあ、津軽弁の他に南部弁、そしてね、下北弁という、まあ、大体ね、大きく分けて3つぐらいの言葉があるんですよ。青森のね、地図を思い浮かべていただければ、真ん中からですね、左半分の方がですね、大体津軽弁が通じる場所になっております。まあ、それ以外のね、八戸のあたりとか、なると南部弁、この陸奥の方とかになると下北弁ということで、通じる言葉はねあるんですけども、まあ全くね通じないという言葉もあったりして、同じ青森にいながら意思疎通ができないということがねあったりします。このぐらい、非常に複雑な感じになっております。まあそれはそれでね、本当に面白いんですけども、まあ私ね、津軽弁しかちょっとわからないので、今回はね、津軽弁の標語をね、ご紹介していこうと思います。じゃあね、まずね、一つ目の作品、2020年の新作をね、ご紹介していきましょうかね。はい。読んでいきますかね。気まやげで、あおり運転やめでけへ。気まやげで、あおり運転やめでけへ。はい。これね、どういう意味か。おそらくね、この津軽弁わからない方はね、何言ってんのか。まあ、あおり運転ぐらいはね、わかると思うんですけども。何言ってるかね、全然わかんないと思うんですけども。まあちょっとね、一つ一つ、解説していきましょうかね。まあ気まやげで、気まやげるっていう意味としてはですね、なんだろうな、まあむしゃくしゃするとか、気分が悪いとか、まあイライラするとか、まあそういった意味ですかね。で、煽り運転。まあこれはこのままですね。まあこれね、もう近年とでもね、話題になってる。マナーがね、非常に問われてる、ことなので、本当にね、その時のね、タイムリーな話題が入ってますね。で、やめでけへ。これは、まあ、やめてください。っていうことですね。やめでけへってなるとね、ちょっと丁寧な感じ。もう、へりくだった感じで。まあ、お願いしてるような感じでしょうかね。気まやげで、煽り運転やめでけへっていう意味だと、イライラしてるからって、煽り運転はやめてくださいねっていう、まあ、ちょっと優しく、まあ、囁きかけるような感じですかね。このやめでけへっていうのが怒った感じに言うと、やめながこのって、津軽の人ね、怒った感じに言うとね、おらみたいな感じでね、このってつけるんですよ。まあ、だからやめながこのって言われたら、あ、めっちゃ怒ってるなっていう感じにね、思っていただければいいかと思います。はい、じゃあね、二つ目の作品行きましょうかね。はい、二つ目の作品が、あぶねじゃよ。スマホ見でねんで前見ろじゃ。あぶねじゃよ。スマホ見でねんで前見ろじゃ。イントネーションもね、津軽弁なので、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、津軽弁の単語も、ね、勉強していただきたいんですけども、このイントネーションも含めて、勉強していただければ、いいかと思います。じゃあね、この標語の意味を言うとですね、あぶねじゃよ。まあ、これはね、まあ、危ないに、まあ、何々じゃよっていうのは何々だよみたいな感じで、まあ、危ないよみたいな意味ですかね。何々じゃっていうのをね、津軽の人はね、結構語尾につけたりするんですよ。まあ、だから、危ねじゃよって言えば、危ねえよみたいな。ね、ちょっとね、声を荒げてるような。で、スマホ見てねんで。まあ、これはね、スマホ、まあ、見ていないで、みたいな感じなんで。これは多分ね、他の地域の方でも、まあ、通じるかと思います。で、前見ろじゃ。まあ、これね、さっき言ったように、
ね、前見ろはわかりますよね。で、何々じゃ、ね、語尾につけて、ね、さっきつけるって言いましたけども、まあ、それと同じですね。前を見ろよ、みたいな感じですかね。危ないからスマホなんか見てないで、前を見ろよ。そういうね、ちょっと強い口調で、注意を促しているような。はい、じゃあね、三つ目の作品、いきましょうかね。はい、イルガモナ、角っこ曲がればワラハンド。イルガモナ、角っこ曲がればワラハンド。イルガモナ、これはね、まあ、イルはね、そこにいる、まあ、滞在しているっていう意味ですね。で、ガモナっていうのがですね、何々かもなっていう、隣の人はね、もう濁点つける、濁るね、言葉っていうのが結構多いので、まあ、それのね、何々かもなっていう意味だと思っていただければ大丈夫です。いるかもなで、いるかもしれないなっていうことですね。で、角っこ。これはまあ角ですね。道路のね、角とか、まあそういうとこですね。で、曲がれば、角っこ曲がればですので、道路のね、角を曲がればっていうことですね。で、わらハンド。子供っていうね、意味で、まずわらしっていうじゃないですか。で、それに、ハンド。わらしたちっていう意味ですね。子供たちっていうことですね。標語を解説すると、いるかもしれないな、角を曲がれば、子供たちがということで、まあ、かもしれない運転をね、促すような、標語になってるかと思います。じゃあね、これ最後ですね。はい。わだるがな、目後ろ脇腹見ねばまね。わだるがな、目後ろ脇腹見ねばまね。わだるっていうのは、まあ、渡るっていうのが、まあ、濁った言葉ですね。で、がなはね、何々かなですかね。まあ、ですので、わだるがなだと、まあ、渡ろうかなとかっていう、解釈で大丈夫です。で、目後ろ脇腹。これはね、まあ、なんだろうな。まあ、後ろとか、まあ、左右とか、そういう意味でいいと思います。見ねば真似。これはまあ、見るっていうのに、何々真似、マイネっていうのがね、短縮されて真似っていう、言葉になっております。で、マイネっていうのはですね、何々だとダメだよっていうことなのですよ。だから、まあ、見なきゃいけないよっていうことですね。これをね、全部合わせると、まあ、道路をね、渡ろうかな、左右後ろ確認してちゃんと、見なきゃいけないよっていう、まあ、そういう確認のね、標語ですね。これは、はい、というわけでね、まあ、今回ね、2020年の津軽弁の交通標語のね、新作をね、ご紹介させていただきました。津軽の方じゃなければね、もうなんだこれはっていうね、作品もあるかと思いますけども、まあ例年から比べると、まあ結構ね、優しめだったかなっていう、気はしております。まあ、過去のね、作品、本当にね、難しいのもあるんですけども、まあ、以前ね、撮った動画がありますので、まあ、興味のある方はね、動画の概要欄の方に、リンク載せておきますので、そちらの方ね、チェックしてみてください。まあ、こんな感じでですね、津軽弁、非常にね、個性的な、言語になっております。まあ、私ね、福島に来て、まあ、まだね、3ヶ月、4ヶ月ぐらいなんですけども、福島とね、青森、こう、まあ、つなぐような、まあ、その人同士がね、まあ、もっとね、理解をね、深められるような、感じのね、動画をね、撮っていきたいなと思って、活動を、しております。まあ、言葉のね、面白さからですね、青森にも、興味を持っていただければなということで、タンドゥでした。ヘバナ。